続いてはあの超人気バンドの大ヒット曲にまつわる今だから言える話。 TM ネットワークキネマオとの内緒話。 TM ネットワークとは小室哲哉、宇都宮隆、キネナオトの3人からなる音楽ユニットで1984年にデビュー。シングル、アルバムの総売り上げはなんと1600万枚。しかもシングルのトップ10入り曲数は同世代のバンドと比べてもダントツという絶大な人気を誇っていた。その中でも今から27年前の1987年、 TM ネットワークの代表曲ともいえる Get Wild を発表。10枚目のシングルだったこの曲は初のベスト10入りを果たし、 TM ネットワークがブレイクするきっかけとなった。彼らにとって最も大切な曲でもあるのだが、今夜キネが27年の封印を解く今だから言える内緒話とは。1987年に大ヒットした「ゲットワイルド」にまつわる知られざる重大な事実。果たしてその内容とは。今だから言えるのですが、ゲットワイルドという曲で僕は ギターを弾いているふりをしていただけでした。マジ？どうして？エアギター？もう元祖エアギターですよ。元祖エアギター、弾けなかった。見事に弾いてるみたいでしょ。いや弾いてるものだと思ってました。弾いてるもん、すごいテクニシャンだと思ってました。ノリノリじゃない。あのですね、どういうことかというと、僕はもともとキーボードとかピアノとか、はい、そういうどちらかというと鍵盤系で、弾けるギターといえばアコースティックギター、もともとフォークソングが大好きだった人間なんで、でロックンロールが大好きな鶴見隆とフォークソングが大好きな木根直人と、あの小室哲哉というのがこう一緒になったんですね。でデビューしたもんだから、で、まあ、初めはこう2人でキーボード弾いてたんですよ。スインキーボード。でもそのデビューする前は2人ともキーボードこう座って、2人ともあいつも立ってなかった、2人とも座ってで、オーディションとか出たりしてたんですけど、デビューしてからあいつ立つようになって、で彼がちょっと2人でさこういるの地味だよねって、なんかギター弾いてたよねって言うから、いやアコーギは弾けるけど一緒でしょって、でベリベリエレキ弾きなよって言われて、前出ていきなよ打つと2人でって言って、で俺出す聞けないし、したら音出さなきゃいいじゃんっつって、それでサポート、ギターの音は、ギターの音は今のあのな、キネの影武者は想像を絶する超大物だった。一つの話で2個驚くことあるんですね。TM ネットワークのキネの音はギターを弾く国をしていた。しかも代わりに弾いていたのは誰が弾いてたんですか？ギターの音は、ギターの音は今のあのビーズの松本くんが、松本くんがまだビーズ結成する前ですけどね。ビーズ結成する前に、彼はずっといろんなサポート、思ったよりどでかい話出てきたこれ。サポートであの TM を 4,5 年やってたかな。最初のアルバムとかもレコーディングとか、まあ、じゃあそのツアーとか回るときには絶対 いたんですか？いやだから今もね、あのいたでしょ、タック松本さんが僕のうちの端にこうやって、いや分かんない、踊ってましたよ。ではその貴重な証拠 VTR をご覧いただこう、ね、ほら流れているギターの音は画面の左にいるビーズの松本さんが弾いたものだったのです。ちなみにキネが全然ギターを弾いていない証拠がこちら。ライブだよね、これ感じ。これ武道館かな。弾いてる。本当だ、コードが変わってない。ワンコードだし、何のコードか分かんない。お分かりいただけただろうか。ではキネの左手に注目してもう一度。動いてない。動いてない。ジャンプしてるだけよあれ。コードを抑えるため頻繁に動くはずの左手が
これっぽっちも動いていない。っていうか、こ一つの話で2個驚くことあるんですね、うん、すごい。いやだからあの頃ちょうどね、こうなんかプリンスとか流行ってる時代で、うん、バンドメンバーも踊らされてたんです、うんうん、で僕はほら弾いてないからいくらでも踊るじゃないですか。そうですね、バンドになりますか。途中怒り出しちゃって俺弾いてんだっつって、ね、代わりに弾いてんのにね、踊りまで要求させられて踊ってましたね、偉い。でももうちょっとやれるでしょ、弾いてるふうにできるでしょ。ステップに集中してるんですよ。あれじゃあ集中じゃねえか、ほうき持ってやってるの全然変わんないもん。コードとかせめてね、そうそう、なんか分かりやすいコードをね、いやいや3つ2つ、言い訳するじゃないんですけど、このバンドは基本的に機械で音を奏でるっていうグループだったんで、そっから始まったんで、基本的に3人とも弾けなくてもいいんです。電車とかその日帰んなきゃいけない時はテンポを上げるんですよ、早めに終わるために、ね、180とかいうピュー185ぐらいにしてると全体的にね、そうか、みんなには分かんない程度ちょっと早いテンポ入る、ちょっとだけ早く、そうすると7分ぐらい早く終わって終電間に合ったりする。トレトレだとすげえ、おのずとその足のステップもちょっと早くなる。ちょっとギリギリ、それはね、松本さん怒りますよ、俺弾いてんだよ。いつから弾けるようになったんですか。今弾けますよね。今はね、おかげさまで30年も弾いてたんで、うん、ようやくあのギター弾けるようになりましたけども、これ以降です。彼がいなくなってから一生懸命練習するようになりました。そうか、頼る人がいなくなっちゃったから。そうです、誰も知らないじゃないですか、弾いてないとはね。そうですよね。だってあるラジオ番組で、うん、ギタリスト部門とかやるじゃないですか、ベスト10とか、うん、ボーカル部門とか、うん、当時プリプリね、ホテイさんとか、はい、ボーイとか TM とかって時代だったんですよ。ボーイが出てこないんですか、その前に。それで、それである番組で出てったら、うん、僕ギタリストで1位になっちゃったんですよ、ギタリスト部門。ホテイさんとかもホテイさんなんてね、あのステップやりながらのすごい技術、ものすめっちゃもう日本トップですよ、うん、俺すぐ抑えてすぐディレクターのとこ行って、うん、俺をベスト10から外してくれって申し訳ないからって。じゃあそれ結婚式とか行った時に、じゃあここでちょっとキネさんにギター弾いてもらいましょうかみたいなことになったことないんですか。いやだからそれはもう前もってピアノで歌います。まあレア感出るよね、ちょっと。やめろは貴重ですね。逃げるのうまいな。でも小室さんの指示なんですよね、うん、ギターにしたらっていうの。いや僕はもう30年間小室さんの指示で全部動いてます。バンド組む、僕は宇都宮君と2人で普通のもうバンド組んでたんですよ、だから彼がシンセサイザーを使ったバンドを作りたいって言って2人が引き抜かれた感じ。2人が引き抜かれたってか、向こう1人なんですね。そうですね、僕たち6人ぐらい合流したでしょ。いやいや、そうだね、まあ、でも僕たち6人ぐらいいたから、6人バンド、なるほど、そっから2人で3人でこうやってデビューしたんで、でその時の彼のやれが、まあ、コンピューターで音楽を作って、うん、だからまあ別に何もしなくていいよみたいな、何もしなくていいよ、曲作ってくれればいいですからみたいな。ああ、じゃあその作曲の能力を買われて、あ、なんかね、僕ね、やっぱほらフォークでだったから、うん、静かな曲得意だったんです、だからもう TM の曲はほとんどバラードですね。だからバラード書いてくれっていうの依頼ばっかりです。他に小室さんに思いつきでやらされたこととかあるんですか。思いつき一番多かったのはバンド名を変える、まあ、変えるというか、当時ねリニューアルって言葉が流行ったというか、久保田鉄工が久保田とかね、リニューアルしました、なんとかがリニューアルって言葉がかっこよかったんでしょうね、うちもリニューアルしようって言い出して、そう、 TM ネットワーク TMN、 あーなりましたね、 TMN に、リニューアルしたかったんですよ。小室さんがただただリニューアルしたかった。それでまあどうせするんだったら音楽も変えようって言うんで、うんうん、これからはハードロックだって言い出して、ちょっと若干バカにしたものも言い出してます。小室さんも今もこれからはハードロックだって、うっすら出川さん入ってる。